走行をしながらマシンを温めてくれ。タイヤに負荷をかけブレーキを踏むんだ。このラップが終わるまでには適正温度まで持っていきたいからな。ついてないマシンがいる。シグナルに集中していろ。DRS が使用できるぞ。
どうしたい？後続との差は 9.6 秒。
チャルセーフティーカーが入った。すぐに減速してデルタをプラスに保て。減速しろ。デルタが低すぎる。ペナルティーを食らう前にペースを落とせ。Thank you.
その先でアクシデントだ。正面にイエローフラッグ。
秒。
気をつけろ。前方にイエローフラッグだ。オーバーテイクは禁止だ。グリーンフラッグを確認するまで注意していろ。
マシンとの差は 2.8 秒。
処理が済んだ。元のスピードに戻せ。マシンとの差は 23.6 秒。
を譲って後続を先に行かせろ。
気をつけろ。その先でアクシデントだ。イエローフラッグが出ている間はオーバーテイク禁止だぞ。
13.3 秒。前との差をラップでコンマ7秒詰めた。彼らは新品のソフトだ。彼らはあと3回以上ピットに入るはずだ。さっきのラップは1分 18.1。
この調子で行こう。
シンとの差は 37.2 秒、後ろとの差は 17.9 秒、Thank you.
新品のウルトラソフトだ。彼らはあと2回ピットに入るはずだ。さっきのラップは 1.45.6。
道を譲って後続を先に行かせろ。
以上悪化させたくない。